百武春吉5月25日から1947年3月10日は、大正昭和期の日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。佐賀県出身。佐賀藩足軽、百武庭倉の六男として生まれた。兄の百武三郎と、百武元吾は共に、海軍大将。東京陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1909年5月、陸軍士官学校を卒業。同期に、石原幹二、飯村城、樋口紀一郎等がおり、留学生として、紹介席も在籍した。同年12月、不評勝位に任官し不評代57連帯付となる。教育総監部付ングなどを経て、1921年11月、陸軍大学校を卒業。 1922年12月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員に移動し、1924年8月、不評調査に昇進。大正末、参謀本部ロシア範囲として勤務していた、大尉時代、命により暗号研究を主催し、ポーランド参謀本部から招聘されたヤン・コワレフスキー、大尉から暗号技術を学んでいる。あと、暗号技術研究のため、 1925年12月から1927年7月まで、ポーランドへの留学も経験している。1927年7月、参謀本部員に就任し、1928年8月、不評中佐に進級。1931年8月、関東軍司令部付として、ハルピン特務機関長に着任。1932年8月、 不評大佐に昇進し陸軍通信学校付となる。1933年2月、参謀本部課長に就任し、1935年3月、朝鮮中東の第20師団霊下不評第78連隊長に転じた。1936年3月、第5師団司令部付となり、翌月、広島陸軍幼年学校長に就任。 1937年3月、陸軍少将に進級し、同年8月、通信学校長となる。1939年3月、独立混成第4旅団長に転じ日中戦争に出生。同年8月、陸軍中将に進んだ。あと、第18師団長2月10日から1941年4月10日。1941年4月、 通信兵官に発令され、太平洋戦争を迎えた。1942年5月18日、風雲球を告げるガダルカナル島奪会を目指す戦略兵団第17軍司令官に補いされ、ソロモン諸島方面と東部ニューギニアの攻略を担当。百武司令官は当初東部ニューギニアの偵察を旗本の南海支体に命じたが、大本営参謀。 辻正信中佐が参謀統水を行い、強引に攻撃作戦を発揮させたと言われている。同年11月9日、東部ニューギニア方面を担当する第18軍と上部組織である第8方面軍が新設され、第17軍はソロモン方面のみの担当となった。その後、1944年12月に脳出血により倒れたため、 翌1945年4月、第八方面軍司令部付けとなり、終戦を迎えた。1946年2月に復員。帰国後、ガタルカナルの改装録である、戦い終わるの執筆に取り組んだが、持病が悪化、未完となる。防衛庁防衛研修所戦手室、戦士総書南太平洋陸軍作戦、アイタペプリアカラバウル、241ページ。 漢方1910年2月23日除人及び、事例、漢方第216号、除人及び、事例1913年4月22日。漢方1918年5月21日除人、及び事例、漢方第3301号、除人及び、事例1923年8月1日。漢方第535号、除人及び、 事例1928年10月5日、官九1932年9月8日、除人及び、事例、官報第3101号、除人及び、事例1937年5月8日、ありがとうございます。